ぶっけ後、お買い物までの一連の流れ。遊び誘うんですけど全然遊んでくれない。なんて言って誘うの？え、普通に買い物行こうよとか言うんですけど、うん、いや今日はちょっと休みはだってみんな一緒の日やんな。そうですけど、でも消えへんねやろ。はい、でも行ってんねん買い物。ルキ君、お、はい、そろそろ一緒に遊んでください。あー、本当お願いじゃん。お願いじゃん。確かにどうでしょう、行けてないので。なんで遊んでくれないんですかって言いたいな。それは質問です。いやだから今度じゃあ質問か。このようにケイゴくんはルックンにずっと振られ続けてきました。そんなある日、ケイゴくんがルキくんを買い物へ誘っても一緒に行ってくれないという話はジャム界でも有名ですが、先日あるテレビ番組の SNS にてケイゴくん、ルキくん、さらにメンバーと買い物に行ったと書かれており、はいはい、ファンの間ではケイゴくん良かったねと話題になっていました。どういう経緯で買い物に行かれたんでしょうか。 お話を聞いてみたいですと。まず、はい、その本当に誘っても来てくれないんですよ。はい、はい、なんか来てくれそうなイメージはあるんですけど。めちゃめちゃ嬉しいです。多分俺のこと嫌いです。あ、違います違います。詰めてますよ。あの僕もともとあんまり出ないんですよ外に。まあそうですね、はい、であんまり お出かけとかするタイプじゃなくてインドアなので、はい、でもそんな中でもすごく誘ってきてくれる一人なんですよ、うん、はい、めっちゃ積極的に誘ってきてくれる気持ちとかめちゃめちゃ嬉しいんですけど、うんうん、いざ行くってなると行けなくて。なんでですの。で今までデビューして約2年本当に1回も行ったことなかったです。2年、はい、約2年ぐらい、うん、本当にずっと誘われてても行ってこなかったんですけど、1回なんか温泉とかも誘ったよね、うん、温泉とかも誘ったんですけど、はい、まああの行けなくて。だから毎回気持ちは嬉しいんですけど、はい、ちょっとね。そう、行けないなりに どんな理由で断ってる感じなんですかいつも。あ、やっぱりケイゴって目立ちたがりなんですよ。おお、めちゃめちゃ、はいはい、そんなことないで、うんうん、やっぱ一緒に買い物とか行くと、うん、なんか急に街中で無限大踊り出したりとかするんですよ。いやそんなことしないですよ。本当に。いやいやいや、この前もケイゴが出かけるっていうから車で送ったんですよ。はい、でじゃあ行ってらっしゃいって言ってドア開けた瞬間、うん、飛び降りて踊り出したりとか、うん、いやもう根っからのエンターテイナーなんですね。それが嫌で買い物に来てくれないんですか。そうだからそれでもう目立っちゃうから、はい、あんま大人数で行くのもあれじゃないですか、はい、だからいつもお断りしてるっていう、はい、だから別に敬語が嫌いとかじゃないですよ。やらないから。でもその行ったって書いてあるじゃないですか、うん、それはそれも本当に事実で、うんうんうん、最近初めて行きました。あ、ちなみに何を買いに行ったんですか。敬語の誕生日プレゼントを買いに行きました、はい、でもちょっと待ってください。これ行ったっていうのは、うん、僕は誘ってないです。え、敬語の誕生日ってもう結構前なんですよ。なのになんか最近になってメンバーの川西匠に、俺ちょっと欲しいものがあるからお前ちょっと来いって言って、はいはい、で2人でそもそも約束してたんです。なるほどなるほど。で僕はたまたまその仕事で次の日匠と一緒だったんですよ、で敬吾はいなくて、うん、で匠からちょっと相談を受けまして、うん、そのルキ君あのこのままだと僕敬吾君に高い買い物をさせられてしまうと、うん、だからちょっとついてきてほしいと、うん、すごいお願いをされまして、で僕は何回かいやーって言ったんですけど、うん、まあ結果行くことになって、で集合場所行ったら敬吾が立ってまして、うん、あら、はい、でそのまま3人で敬語のタンプレを見に行ったんですけど、敬語、うん、がやっぱ欲しいっていうものがね高いんですよ。高いんですか。もうでそれを敬語が年下の匠に買わせるっていう。いやいやいや、ちょっと待ってください。その前に敬語が匠の誕生日にそもそもそのプレゼントをしてたらしくて。なるほど、はい、その経緯があったらしいんですけど。なるほどなるほど、それは言っとかなきゃいけないですね、はい、まあそうですね、なんか匠はやっぱ僕の欲しいものがわからない、難しいって言って、そうですね、はいはい、いつか圭吾くんのその欲しいものを言ってほしい、そしたらそれ買うからって言われたんで。なるほど、はい、ちょっとでもちょっと高いね確かに。ごめんなさい。差し支えなければ何か教えてほしい。アクセサリー。そうですね、アクセサリーね、はい、ここまでにしときましょう、はい、
これはあ僕は誘ってないです。そうだから慶吾から誘われて買い物はまだしたことないです、ね、そうなるほど。なんかたまたま合流しただけじゃなくて誘ってきてくれよっていう目もまだ それはまだないかもしれないです。いいですね。なのでジャムの皆さんまだないです。いいですね。軽いすねてる部分がちょっと可愛らしい。ずっと一緒にいるから、うん、友達と買い物行ったりとか、うん、ああなるほど。メンバーじゃなくて友達と行ってんの？めっちゃ嫉妬してますよ。誰そいつ？これなんかね、なんかジラッとしますよね。悲しいですけど、ね。うん。ジャムの皆さんまだないです。